静岡県市長会の定例会議が富士宮市で開かれ、静岡県の来年度予算に対する要望内容が協議されました。会議は中野博道八重洲市長ら県内の市長が集まって開かれ、来年度の県予算に対する要望と提言について協議されました。内容は主に防災対策の充実、保健、医療、福祉政策の推進などです。一番の大きな課題というのはやっぱ自然災害の、対応ですよね。集中豪雨が今までにない規模で来ているということで、今回の協議を経てまとまった要望・提言書は来月の定例会議の場で川勝知事に手渡すということです。